リア。はい、皆さんお久しぶりです。セムです。グッサンです。本日は、はい、飲食店が、飲食店でアルバイトが辞める理由ランキング、うん、イエーイ、ベスト3発表していただきます、はい。まあ、全然話違うんですけど、うん、今日なんと、お客様から写真撮ってくださいという声だけいただきました。うわ、ついに来たね。やばないっすか。やばいね。で、マスク取って写真撮りましょうかって言ったら、神対応ですねって言われて。へえ。そんなこともないのにやと思う。いや、結構な、写真撮りたいんですけどっていうお客様に勇気いるで。あ、そう、やっぱ忙しいとか、やっぱなんかいろいろ気使ってくださる方が、写真いいですかっていう控えめなので。そうですね。いや、もう全然いつでも。めっちゃ嬉しいんで、はい、ぜひぜひ。めっちゃ嬉しいよ。めっちゃ嬉しいです。薬師でも嬉しいよ。薬師でもだいぶ嬉しい。わかる。わかる。気持ちよかった。はい。東京行きましょう。まあそんなことはさておき。はい、まあ飲食業、まああの学生アルバイトさんがたくさんおられる中で、うん、やっぱり辞める人は多いんですよね。多いな。はい。何人も見てきました、うん。まあその中でちょっとランキングで発表して、はい。でいろいろエピソードを付け加えていけたらなと思います。うん、たくさんあるよ。いっぱい持ってる。やっちゃいましょう。じゃあまずベスト3位、はい、勉強に集中したいから、うん、これが第3位ですね、うん、これでも今は少ないけど、はい、そのお店の店長ととのコミュニケーションが減ってきたりとか、はいはいはい、まあ合う合わへんあると思うけど、そのやっぱりその関わりが薄くなるとだいたい辞める理由がそれになる。あ、1ヶ月2ヶ月ぐらい経ってからの第3位はこれ、だいたい1ヶ月、まあ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 みたいな。で、2ヶ月経ってちょっと慣れてきた頃にその理由が出てくる。はいはいはい。で、オチが、はい、まあそこのアルバイト辞めて違うところで働いてるって。いや、そうです。結局そうですよ。そう、じゃ、そういうアルバイトはだいたい 2,3 ヶ月前ぐらいに布石売ってるんですよ、うん、あの、いや、テストの点が悪くてって言いがちなんですよ。確かに。で、親からそれ心当たりあるぞ。あ、いや何回か重ねた挙句、いや、もう親から辞めるか、あ、勉強しんとせって言われて、バイト辞めろって言われたって言っての近くでバイトしますからそうやな。いや、ほんまにそうですよ。でも賢い高校もしくは大学行ってる子はそういう理由は絶対言わへんな。ああですね。やっぱりそのバイトしながらでも、あの、隙間時間を使ってちゃんと勉強してるっていう。そうです。うん、できる人はできますよね。そう、できる大学生や高校生からその理由を言われたことない、聞いたことない、今も。確かにそうですね、うん、これは第3位。第3位。いや、だいぶあるあるですよ。うん、うん、じゃあまず第2位、はい、これはシンプルにきついです、うん、いや、飲食店やっぱ繁盛してるとか特になんですけど、うん、やっぱりこう営業が激しいときついんですよね、うん、それが毎日続くとなおさらっつってやめたくなる気持ちは分かりますね。うん、確かに。で、大体な、そのきついっていうのが初っ端にオープンラストの仕事に入れるから、ああ、慣れるまではもう2時間3時間でね。で、あとポイントがやっぱり1日3つだけでいいから必ず覚えて帰ろうっていうふうにやると、うん、その覚えるコツやできる仕事の幅が広がるからやめない。いや、そうですね。そう、